はい、皆さんこんにちは、レクセニ講師の弁理士のボボです。さて、今日はですね、2018年度弁理士試験の合格者対談というところで、私のクラスの合格者であるつくりみちさんですね、ちょっと、合格者の方に来ていただきましたというところで、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、非常にね、優秀な方でしてまあ、ずっとスマートからやってですね、まあ、一応2018年ですかね、試験合格したというところで、まあ、ちょっと勉強法とか、まあ、そもそもなんで弁理士を目指そうと思ったのかとか、そういうところもちょっと含めてね、ぜひ皆さんの参考になればというところで、ちょっと話をさせていただこうかなと思います。じゃあ早速ですけど、最初ですけど、まあ、いろんなね、多分資格があって、で、まあ、弁理士ってどちらかというとマイナーな資格ではあるかなと思うんですけども、はい、なんでその弁理士を目指そうと思ったのかというところを、まあ、ちょっと、はいはい、お話しいただけると。はい、うん、はい、これはもう十何年も昔の話になってしまうんですけれども、はい、うん、私は大学が薬学部だったんですが、うん、はい、薬学部で習う生物とか化学の勉強が面白くて好きだったので、うん、そういった勉強をずっと楽しんで生きる職業に就きたいなと思いまして、うん、まあ、漠然とですが大学の教授とか研究者とかになりたいなと夢見ていたのですが、うん、大学4年になって実際に研究室に配属されてみたら、ちょっと描いていたイメージと違うなと思いまして、割と同じような実験を繰り返す日々で、私が好きな、こういわゆる勉強っていうのがあんまりできなかったんですね。なので、でもまあまあ、それなりに実験も楽しかったし、そのうち研究も面白くなるかなと思って、そこの研究室の大学院入試を受けまして、大学院にも進学することが決まっていたんですが、やっぱりその卒業間近になって、本当にこのまま大学院に進学していいのかなという疑問が生じまして、なんかもっと勉強そのものが仕事になるような職業があるんじゃないかなと思いまして、まあ、自分なりにいろいろ模索してみたんですが、まあ、いまいちピンとくるものにたどり着きず、それで研究室の先輩や先生方に相談してみたんですよ。で、その時の相談内容っていうのが、特定の研究分野に絞って深く追求するよりも、浅くても良いから広く科学全般を扱いたいんですっていうことと、うん、と私は文章を書くこととか英語の勉強が好きなので、うん、そういったことが活かせる仕事がしたいんですっていうことを相談したんですよ、うんうんうん、そしたら、うんうん、2人の方から別々に、うんうん、あ、それだったら弁理士がいいんじゃないっていうアドバイスを、いただきまして、はい、そうね、で、まあ、私はそれまで弁理士っていう言葉を聞いたことがなかったので、そう、ね、そう、初めは何だろうって思ったんですけど、うん、まあ、自分で調べてみたら、うん、まさに私が求めていた職業だなと思いまして、うん、で、その時はもうやっと探していた答えにたどり着いたという喜びで、感動しまして、うん、その時から素晴らしいですね。もう弁理士になりたいっていう気持ちをもうずっと揺らぐことがありませんでした。あ、そうですか。それで結局大学院への進学は取りやめて、うん、大学卒業後はフリーターになってアルバイトをしながら、うん、弁理士の資格取得を目指すことにしたんです、うんうん、で、まあ、まあちょっと弁理士いろいろやりながら、まあ、じゃあ本格的に、まあ、弁理士もやろうということになった時だと、うん、まあ、多分なかなか独学では厳しいので、うん、まあ、だから予備校を利用する方が多いかな、はい、でまあ、予備校もまあ複数ある中で、まあ、レックを選んだというのは、はい、まあ、これは何でだったんですかね。これは姉がレックを利用していたので馴染みがあったっていうのと、ええ、まあ、大学の生協にもレックのパンフレットが置いてあったので、うん、まあ、資格といえばレックだなと思って、うん、まあ、特に迷うことなくレックにしました、うんうんうん、むしろ他の予備校のことは知らなかった感じですね、うんうん、それで、まあ、その時は特に検討もせずにパンフレットの一番最初に載っていたメジャーそうなコースを、うん、選びまして、まあ、十何年も前のことなのでちょっとコース名は忘れてしまったんですが、それで、まあ、自分のペースで勉強するのが好きだったので、うん、通信で申し込んだんですけれども、うん、これがもう全然ダメダメでして、うん、まあ、実務はもちろんこう知的財産の知の字も知らないような状態で始めたので、うん、なんか講義を聞いても全然分からなくて、うん、なんか繰り返し復習したんですけど、うん、こう実務のイメージが湧かないからか、うん、なんか腹の底から理解する感覚がつかめなくて、うん、なんか勉強しても全然手応えがなくて、うん、で結局まあ、基礎講座も終了しないような状態で本試験当日を迎えてしまって、結果は惨敗でした、うん
ただ、まあ、その年薬剤師の資格はなんとか取得できたので、まあね、どっちかね、だから、まあ、もう1年頑張ろうと思いまして、で今度は薬剤師のアルバイトをしながら弁理士試験の勉強をしたんですが、うん、でもやっぱりあの、まあ、その年いろいろ法改正とかもあったんですが、その1年目の通信教材のみを頼ってやっていて、うん、私もパソコンもまともに使いこなせないような状態だったから情報収集もできなくて、うん、常に不安な状態でモチベーション維持できなくて、うん、薬剤師のアルバイトのシフトも増やされたりして結局2年目もなんか残念な結果になってしまって、うん、でその時にもうあこれ以上自分一人で勉強続けてても合格できないなと悟りまして、うん、でまずは実務を知る必要があるなと思って、うん、で特許事務所に、うん、あの特許技術者として就職しようと思ったんですよ、うんうんうん、ただまあその時はまあ学卒だしフリーターのみで担当試験にも合格していないっていう経歴だったので、まあ採用試験で全然相手にされないんじゃないかって思ったんですけど、なんかホームページでいろいろ探してたらちょっとあの型破りな面白い社長所長がいる事務所を発見しまして、ここならなんとか拾ってもらえるんじゃないかなと思って、そこに絞ってあの面接ですごい熱意をアピールしたらあのなんとか拾ってもらえまして、まあそれ今勤めている事務所なんですけれども、はいはい、でもその就職後はもう実務を覚えるのに必死だったので、うん、そこでちょっと試験勉強は中断してしまって、うんうん、で数年後には結婚をして出産もして、うん、でその後はもう育児と仕事に追われて精一杯だったので、うん、結局10年ほど勉強から遠ざかっていた、うんうん、でもまあその間もいつかは弁理士になりたいなっていう思いをちょっと胸に秘め続けていまして、うんうんうん、で息子があの4歳近くになって、うん、まあ、ちょっとだけ子育てにも余裕が出てきたので、うん、まあ、そろそろあの試験勉強を再開しようかなと思いました、うんうんうん、まあ、とは言っても、まあ、電車通勤の時間を利用して、うん、あの少しずつでも勉強できればいいかな程度に思っていたんですけれども、うん、その何気なくレックのホームページを見てみたら、うん、スマホで受講できる通信専用のコースというのが目に留まりまして、うんうんうん、ああ10年前に受講した時はビデオテープだったのに便利な世の中になったなと思いつつ、うん、あのガイダンス動画を見てみたら、うん、その講師の方がですね、馬場先生なんですけれども、うん、なんかすごい明快なデモンストレーションをされていて、うん、もうすっかり魅了されまして、うん、ああこの先生のこのコースなら私でもやっていけるかもなって、うん、でもしダメだったとしても、うん、なんか面白そうだから、うん、少しだけでも受講してみたいなっていう気持ちになりまして、うん、あのもうガイダンスを見た2日後くらいには申し込ませていただき、ありがとうございます、はい、これは、うん、そうですね、はい、で、まあ、実際その学習を開始じゃあ申し込んだと、うん、今ね、はい、2日くらいに申し込んで、で実際まあ始めてみた感じはどんな感じでしたか、うん、はい、はい、それがあの、まあ、馬場先生の講義がですね、はい、期待していた以上に面白くて、毎回なんか感動しております。まずあの先生 の, あの話がうまいんですよね、うんうん、なんかそう、はい、なんか抑揚のつけ方とかが上手なので、はい、ポイントが分かりやすいっていうのがあります、はい、あとそれに加えてあの、まあ、パワーポイントとかスライドを駆使されているので、はいはい、視覚的にも分かりやすくて、私は電車内で立ち見で受講することが多かったんですけれども、はい、それでもあの無理なく頭に入ってきて、うん、なんかあのまるでテレビの情報番組を見ているような感覚で受講することができました、はいはい、あと基本的に先生はずっとあの立ったままで講義をされていて、まあ、飽きちゃうからね、座ってると、ね、通信はねどうしても、うん、なんか画面いっぱいに動きながら、うん、こうジェスチャー満載で躍動感ある演出をしてくれたので、うん、あの見ていて飽きなかったですね、うんうん、まあ、例えばあのセントラルアタックの、ね、ポーズを決めてくれたりとか、あと、まあ、衣装に該当しないものの例として、ね、あの打ち上げ花火の打ち上がった瞬間をご自身で思いっきりジャンプして表現してくださったりとか、そう、あとなんか著作隣接権の授業だったと思うんですけど、はい、歌手の人の写真は OK だけど画面キャプチャーはダメみたいなことを話されるときに、はい、ご自分がなんか画面キャプチャーになって止まりながらこう腹話術をされたりとか、はいはい、なんかそういう、もう体を張ったイメージ作りをしてくださったのがありがたかったですね。あとはあの学習スタンスについてのアドバイスをすごいしてくださったのが良かったなと思って、はい、うん、
あの試験当日までの受験期間全体の中で、うん、今がどういう位置づけなのかっていうのを踏まえた上で、うん、今どういうスタンスで勉強すべきなのかっていうのを常にアドバイスしてくださって、うんうんうん、特に入門講座ではあの今回の講義ではこれだけ覚えてくれればいいからとか、うん、今は分からなくても OK だよとか、うん、後で何回も繰り返しやるからとにかく進んでくださいとか言ってくれたので、うん、あの割と私はこだわって前に進めなくなりやすいタイプなんですけど、ね、そんな私でもこうサクサク講義を進めることができたのが良かったかな、うん、はい、あとはなんかすごい知的好奇心をくすぐる講義をしてくださって、うん、まずあのこの制度は何のためにあるのかっていう問いかけから始まって、うん、あと日常生活の例え話などで分かりやすく説明してくださるんですよね、うん、あの、うん、ラーメン屋の頑固親父とか、うん、補正のね、そうそう、なんかピザ屋さんとかなんかそういうので、はい、それでなんか一言で言うとどういう制度なのかっていうのを簡単な言葉で端的に表現してくださって、うんうん、このような規定になっているのはなぜなのかとか、あと他の条文とか他の法域とのつながりとか、うんうん、あ、なるほどなって思える内容ですごく面白かったです。あとは、実際に弁理士として事務所でお仕事をされているので、はい、まあ、はい、そう、実務のお話を織り交ぜながら説明してくれるのがすごく興味深いし、うん、イメージしやすくて、うん、私は好きでした、うん。それであの一回ご自身で講義の中でおっしゃってたんですけど、食べやすく腹持ちのいい講義をすることを目指しているみたいなことをおっしゃってて、多分忘れられてると思うんですけど、まあなんかそう、うん、まさにそんな感じで、そのフレーズじゃ今度、ね、あ、そう全然覚えてない。そうなんです、うん、なんかスッと入ってきて食べやすくて、うん、でイメージがずっと残るから腹持ちがいいみたい な, なんか そんな感じ で,、はいはい、で、まあ、まあこの講義を50年前の当初に受けたかったなっていうのをなんか何回も思ってましたね、うん、はい、まあ、自分もね、うん、あの受講生の時ってやっぱ実務をやってなかったところはあって、あまり全くやってなかったんで、そうするとやっぱ実務やってる先生の講義はつながるんだよね、うん、やっぱ分からないというか、なんであるのかっていうのがやっぱこういうことやってるって言われると、うん、自分もやっぱそれでつながるんだとか、モチベーション的に、うん、あ、受かったらこういうことやるんだっていうのも分かるっていう、そのイメージがやっぱあるので、そうですね、まあ、記憶力ね、やっぱ伝えてあげたいなっていう気持ちあるかなっていう感じですね、はい、うん、あとはまあそうですね、はい、あとはあのツイッターを活用されていたのがやっぱすごい良かったですね、うんうん、まあ、通信の一般的なデメリットとして、うん、あの質問できないとか受験生仲間ができないとかいろいろあると思うんですけど、うん、このツイッターを活用されていたおかげで、うん、そういったデメリットをあのほとんど感じずに済みましたね、うんうんうん、まあ、スマート攻略コースでまず初めにあのツイッターに登録するように指導されたんですけど、うん、私はそれまでツイッターが何たるかも知らないような感じだったんですが、先生が登録方法から丁寧に教えてくださったので、うん、問題なく始めることができて、うん、で進められるままにあの勉強の進捗状況とか、うん、講義で学んだこととか、うん、疑問点とかをつぶやくようにしてみまして、はい、あとまた他の受講生さんをフォローして皆さんのつぶやきも参考するようにしました、うんうん、でこのようにツイッターを利用していたおかげで、なんか一人で勉強している孤独感とか不安感はなくて、うん、むしろ常にこう先生に見守ってもらっているという安心感がありまして、うんうん、あとやっぱみんなに見られるので適当なことは書けない、まあ、ちゃんとそこがね、うん、プレッシャーになっちゃう人もいるんだけど、ね、あ、まあまあ、ただまあ、うん、そうなんですよ、ツイッターやっぱり学習ツールとしては非常に私は有用だとは思ってるんですけど、うん、割となかなか伝わらないっていうのがあって結構うちのクラスはツイッター使ってる人は受かってるんだけど、そうなんだけど割と皆さんね、始めてもらえないっていうか、うん、今年はだからあんまりしつこく言ってない、うん、あ、そうなんですか言ってもやる人はやるし、まあ、やる人はやらないのかなっていう、まあ好きな人がやればいいと思うんですけど、ね、はい、私はそういうあの緊張感とかも、うん、うまく力にしてやってたタイプで、うん、それ良かったですね、うん、あとなんか講義の面白さをみんなと共有できるのも楽しかったし、うんうん、あと先生が法改正とかの情報をいち早くツイッター上で提供してくださったので、うんうん、もうタイムリーな情報が得られて、うん、情報に疎い私でも安心して勉強内容に集中することができましたね、うん、はい、はい、
はい、あと私はあのツイログを利用していまして、はい、あのこれもフォロワーさんから教えていただいたんですけど、うん、ツイログに登録しておくと、うん、そのツイートした自分のメモをキーワード検索できたりして、うん、あと何年何月何日のツイートとかも簡単に指定できるし、うんうんうん、な並び順を変えたりもできるので、うん、ツイログはすごく便利でした、うんうん、はい、で、まあ、ノート代わりにツイッターを結構利用していたので、うん、勉強道具を持ってない時とかも、うん、タブレットさえあれば復習できたりして、うんうん、でまあ、勉強内容だけじゃなくて結構日記的なことも書いてたので、うんうん、なんかそういうエピソードとともにこう記憶できる感じも良かったなと思います、うんうん、はい、うん、はい、あとはあれですかね、うんうん、あとは、うん、あのまあ、学習コンパスですね、これがすごい良かったです、うん、はい、はい、あの学習コンパスは、うん、まあ、月に一度配信される30分間の先生のフリートークという感じで、はい、まあ、先生がその時その時々の状況に合わせて、うん、こう受講生に必要と思われる内容を自由にお話ししてくださるというものなんですけども、うん、その時期におすすめの勉強方法とか計画の立て方などが主なテーマだったんですが、うん、ツイッター上でテーマを募集して、うん、受講生からリクエストがあった内容を扱ったり、うんうん、法改正の特別講義をするなど臨機応変に対応してくださいましたね、うんうんうん、でこの学習コンパスは他の講義の配信が全て終わった後もずっと続いて、そうですね、5月とかまであって、はい、試験直前期にはそうメンタル面も含めていろいろとアドバイスをしていただいて、うん、とても心強かったです。良かったです。はい、でもう私は毎月あの学習コンパスの配信日をカレンダーに記入して、はい、そう心待ちにしていて、そう、配信されたらもうすぐに視聴して、本当にすぐ見てほしい、うん、そうです、内容的にはね、そう、で、ツイッターで誰よりも早くその感想をつぶやくっていうのをちょっと密かな楽しみにしています。はい、はい、そうですね、でそういうあのツイッターとか学習コンパスでのやり取りを通して、うん、こう一緒に講義をより良いものにしていくっていう感じが良かったですね、うんうんうん、で私は一時期その忙しくて本当に電車内でしか勉強できないっていう辛い状態が続いていたので、うんうん、あのできればそのテキストを読み上げる時にも画面に映してほしいですってあのツイッターでちょっとリクエストをしてみたことがあって、それが先生が学習コンパスで取り上げてくださって、うん、その時はあのちょっといろいろ考えるところがあるから、うん、テキストは画面に映さないようにしているんだよっていうお話をしていたんですけど、うんうん、まあ、私がそうですか分かりましたってツイッターでコメントしたら、うん、あやっぱり思い直してあの対応するようにしましたみたいな返事が来て、うん、でその後は実際にすごい丁寧にテキストを映してくれるようになって、おかげでこう電車内での勉強効率が格段に上がって、はい、なんか辛いけどなんとか頑張ってみようっていう前向きな気持ちになることができました、うんうん、はい、でこの時にあの、まあ、なんて率直で柔軟で誠実な先生なんだろうってちょっと感動しまして、うんうん、あのこの先生を信じてついていこうってあの心に決めました。サービス業ですね最近あのちなみに紙じゃなくて iPad の PDF を使った状態のテキストを作って、そこでもうあのマーキングができる PDF なんです。あ、そういうあのアプリがあって、あ、そうなんですね、それを発見したので、そう、今それで落としてる感じです。そうです、はい、そう、なんかそんな感じでもう先生の向上心が旺盛で、はい、もうどんどん講義が進化していくんですよね、はい、私の時もこのテキストを写すだけじゃなくてそのワードデータを使ってましたね。私の時はそうワードデータ使ってなんかマーカー引いたりしてどんどん進化していって、うん、あとなんかスマート攻略コースの構成自体も2年目はガラッと変わって、うん、はい、まあ、私2年間受講したんですけど、はい、2年目も全く飽きずに楽しむことができて、はいはいはい、で特に2年目のあの制度イメージ確立講座がすごい良かったですね、はいはい、あのこう知財部の新人の L 君っていう登場人物が来て、はい、あのまあ、具体的な事例を通してこう一緒に成長していく感じで、うん、なんか会話帳のテキストから始まって、ね、うん、あれがすごく楽しかったです。あとはなんかあの時々先生があの雑談をよく入れてくださるんですけれども、はい、これがあのお笑い芸人のネタを見ている感覚で楽しめたという雑談はね心苦しく話をしてるんですけど、あ、いい、いい、そう、あ、すごい楽しかったです、うん、でもこの間ね、うん、違う受講生と話をしてる時に、うん、雑談の、ね、メリットがあって、うん、
なんかね講座を着てるとどこまで見てるか分かんなくなっちゃう時があってなんか初めてだと思って聞いてんだって、うんうん、で雑談に入ったらこの話聞いたことないってこれ2回目だみたいな感じで それで気がつくみたいな。あ、講義の内容じゃなくて講義は内容はなんかもうほらもうやんなきゃいけないから あんまり覚えてなくて、あ、でそれあるかもしれないですよねって話で雑談になって初めて、ね、あれこの話聞いてるってことは見たんだみたいな感じでこうイメージに残るんですよね。そうそうそう、はい、なんかきそうですね、うん、なんか通信ならではのネタもいろいろあって、うん、あの登場シーンとかね、あのなんかこう再生したら先生が映ってなくて、ああ、はい、いきなりこう下から顔がにゃって出てくるとかなんかそういうのとか、いろんなね、あとなんかなんかこう勉強の落とし穴にはまってほしくないっていう説明をするために、はい、なんか画面の端から先生が歩いてきてこう落とし穴をしたりとか、ね、なんか、うん、あと間違いネタって言ってあのわざと講義中にこう間違った内容を先生がずっと話されてて、でうんって思って言うとなんか先生小芝居を始めて何これが間違っているって言うんですかとかなんかこう一人芝居を始めて それも面白くって、はい、でそのうちなんかその間違いネタがそろそろ入るなっていうタイミングも分かってきて、うん、そうそうそう、なんかそういうのも楽しみ、はい、あとはなんか通信なのにこう生講義でいろんな受講生がいるふりをするっていう回の、はい授業はそれが面白かったですね。100人ぐらいですよね。そう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 。なんかそこあそこのなんか なんかダンベル持ってる人とかじゃその隣の着物の女性とかなんかそういうのも面白かったし、はい、なんかヨドバシティになりきりコントとかも面白かったし、ですね、はい、これ多分商標の商標、あの次の回は収録します。あ、そうです今日は、はい、なんかちょうど駅前のところ、ね、こういつでも店員になれそうな感じで、はいはい、よく間違えられますリアルで、ね、そう、そんな感じですごい楽しい講義でして、はい、はい、という形で、うん、サクサクっと行きたいところですけど、はいはい、あ、時間が合わないから、そうそう、うん、今日そうですね、大丈夫、とりあえずやって後で、はいはい、うまくやってくれますので、はい、で、教材についてというところをいろいろと、うん、まあ、多分ここをきっちりやった方がいいと、はい、せっかく話していきたいと思いますけど、まず4号の対象の落とし込みっていうところを、はい、まあ、やってもらっているという形ですかね、はい、で、四方対象について落とし込みを、まあ、今日あの持ってきてくれたというところで、はい、ちょっと時間的に私が主導でいる話をしていこうかなと思うんですけど、はい、これ、うん、なんか月見さん説明、あ、そうですね、うん、これはあの担当これもを使って、うん、こう枝ごとに論点となる条文の文言を見極めて、うん、四方対象の該当箇所に線を引いて枝番号を記入するっていうシンプルな方法でやりましたね、うん、はい、でこれによって条文の出題頻度とか、うん、条文の中で論点となる重要な箇所が一目瞭然となって、うん、あの無駄な時間を費やすことなく効率的に学習を進めることができました、うん、これ以前はやったことはなかったですかね、その講座の前では。うん、そうですね、なかったです。うん、あ、そうですか。じゃあ本当にこれもこれもというのは、まあ、あの私の講座でやってるその条文ごとに過去問をまとめたやつがあるんですけど、やっぱそれを使ってやったような感じですかね。はいはい、まあ、その方が時間がね多分かからないとは思うんですけれども、うん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 、1年目は落とし込みはできなかったっていう。そうですね、ちょっと余裕なくて落とし込み全然できなくて、うん、2年目はしっかりやろうと思って、うんうん、まあ、8月から12月にかけて4ヶ月くらいかけて、そう、結構時間かかるよね。そうですね、うんうん、特になんか落とし込みやってて困ったこととかありました？うん、まあちょっとあの肉の煮とかね、すっごい多すぎるのは全部できなかったので、うん、あのでも先生が過去10年分をしっかりやればいいよっておっしゃってたから、そうね、これもいっぱい持っちゃってるのでね、うん、その辺は、うん、過去10年分メインでやってます。まあ、全部基本的に一色できましたね。そうですね、あのシンプルな感じで、うん、まあなんかそのあんまり四方対象に情報を集約するっていう、これ全部書いたのね。あ、そうですね、これは書くと大変だよね。そうですね、うん、なんかその結果物を作るっていうよりかはその作業自体に意味があるかなっていう感覚でやっていて、これ見直しとかはしました？あんまりしなかったですね。なんかそう過去問をやってる時に、あ、これ以上やろうかどうか迷った時にちょっと見直して、あ、これあんまり出題されてないからいいやみたいな、うん、そういう感じで使ったりはしてましたけど、うん、そうですね、問題はやっぱり読みながら条文と照らし合わせていくっていうところが、あの多分重要なので、うん、まあ、実際あの作ったこれ作ること自体にメリ、あのなんですかね、この目的というか、うん、メリットあるのかなっていうのがあるので、はい、 そうですね、まあ、そこをしっかり見てもらえばいいかなという感じですかね。あとは結構フローズ、はい、
をあれかな、ね、うん、使った感じで、うん、結構すごく黒ずきをね、はい、せっかく持ってきていただいたんですけど、はい、かなり書き込みを、そうですね、審判系のフローズを印刷してまとめたものを常に持ち歩いていまして、これでなんか気づいたことをメモしていったりして、まあ、うん、情報の集約という点ではこういうフローズだったかなと思います。でまた先生がこの流れのある手続きの先生がうまくて、ね、うん、私も流れのあるのが好きだったので、うん、こう審判の流れの説明部分、うん、20分くらいの講義とかは音声ダウンロードして繰り返し聞いたりしてました、うん、結構やっぱ流れが入ると担当とか解きやすくないですか、うん、そうですね、うんうん、だから審判の問題とかが出てきたら必ずこのフローを見て確認するようにして、うんうんうん、なるほどね、はい、うん、であと条約系のフローもいつも持ち歩いてました、うん、こんな感じ、そうですね、うんうんうん、でその一番最後におまけで著作隣接権の図も入れといたんですけど、著作隣接権、あ、そうそう、これもなんかすごい うん、面白かったので印刷して持ってました、うん、あ、これね、怪しげな人ね、うん、あ、怪しいの音符もね、やっぱり隣接権難しいところだからね、うん、ちょっとね、なかなか、うん、はい、でもこの絵でだいぶまとめられましたね、あ、そうですか、うん、はい、わかりました、うん、まあ、そのやっぱフローが大事だ、あとは落とし込みと合わせて、うん、条文を読むときには、うん、こっちの法文集に色塗りをしたりしてましたね、うんうん、青色が主体でピンクが要件 で黄色が強行規定の効果で、うん、緑が裁量規定の効果で、うん、オレンジは例外とか正し書きという感じで、よくそうね、私なんかも大体こういう色分けを昔はしてた感じですけど、うん、あ、これは先生のご指導の通りにやったんですけど、塗ること自体がね、やっぱり、うん、そうそう、ただ読んでるとどうしても頭の中に入らないので、私はそれはそれで、うん、いいのかなっていう気はします、はい、あ、その改正が入っちゃったからね、うん、いいですね、うん、あとは、うん、工業所有権法文集も結構参照してました、うん、あ、結構曲げね、うん、ここ思考ちゃんとあそこまで見たのね、ここ、そう、分厚いんですけど、特に衣装商標とかは願書とか、うん、物品の区分とか商品義務の区分とかのイメージをしないと覚えられない感じだったので、うん、そういう願書の記載に該当する問題とかが出てきたら、うん、そのたびにこういうとこを見て、あ、ここの箇所の話だなとかイメージしながらやっていました、うんうん、確かにね、今この辺なんか聞いてる、あ、これ区分も見てたの、そうですね、区分とかも、区分まめに見てたね、じゃあそうですね、うん、なんか区分まで見るのは大変だよね、うん、衣装の区分と商標の区分がちょっとごっちゃになって、うん、それなんか、ね、そうイメージできるように何回も見てました、うんうん、はい、うん、なるほどね、うん、そうですね、で、まあ、時期的にはまあね、うん、それで、まあ、12月の半ばぐらいに落とし込みが終わって、うんうん、で、まあ、口述アドバンスも割と使ってたよね、そうですね、そのくらいから口述アドバンスで復習する感じでやってましたね、うん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 、で年明けから下三方の講義と四方の過去問演習、うん、で気分転換に口述アドバンスをやる感じ で、うん、で過去問演習の時には、うん、過去問ノートやってました、ね、いろんなツールがあるね、あ、そうですね、まあ、1年目はこう、あ、1年目これ単に丸バツとか三角とか書くだけ、こういう感じ、そうだったんですけど、ちょっとまだ寂しい感じだね、そうですね、うん、2年目は全部これ、あ、全部これ、あ、そうですね、うん、その2年目は先生のアドバイスもあってこう、うん、そう自分がそう思った理由をも書くようにして、これもかなり時間かかるでしょ、そうですね、結構時間かかりましたね、そうだね、で理由付けが違う場合は、うん、その左にピンクでレテンチェックとか、あ、うんうん、で正解だったけどちょっと自信ない時は三角とかつけて、うんうんうん、そういうのを後で見直せるようにしてました、はい、うん、過去問自体は、まあ、やっていたんですけれども、うんうん、時期的には下三方があれかな、そうすると年明けから始めてる感じ、そうですね、うん、1月くらいにパリ条約を自分の声で録音して、はい、音声学習とかをしていましたね、うん、はい、あと2月くらいから条約の PCT 以外のこれもをやって、うんうん、3月から不協法著作権の過去問を、うん、これは過去問集に直接書き込みをして、うん、問題文を修正する感じでやりましたね、
はい、これあれですかね、著作不況法とか著作権法はもう本当そこまでやってない感じですか、ね、あそうですね、あの3月ぐらいに、あ、うん、そうですね、まあ、うん、講義は受けてましたけど、うん、過去問は3月くらいからやり始めましたね、うん、うん、そうですね、で、まあ、流れ的には3月半ばで、まあ、講述をやめて過去問、うん、そうですね、うん、なんか講述の勉強楽しくてついついっぱいやってたら先生からちょっともうちょっと4法の過去問優先した方がいいよって言われたので、そうね、まあ、なんかで、ね、時間にやるのがね講述なので、そう、うん、あと、まあ、4月にまたアドバイスもらって、うん、こう電車内であの再受講とかしてたんですけど、うん、それもやめて、うん、担当これもんとか確認した方がいいよって言われたので、うん、それをやるようにします、はい、うんうん、まあ、それも結構良かったと思います。なるほど、はい、まあ、そうですね、うん、これも過去問集自体は何回ぐらいありました？過去問集は、うん、あのそのあんまりできなくって、うん、直近の2年半分くらいをあの、うん、やったくらい、あれそうなの、そうですね、ほとんどやらなかった、あの、うん、そうですね、うん、まあ、これもで落とし込みで一通り見てたっていうのもあって、うん、まあ、まあ枝別はね、問題はあんまりじゃあ本当解い、そうですね、年度別で解いてないっていう感じかな、うん、そうですね、あんまりできなかったけど、あ、まあ、うん、結構一つ一つを丁寧にやってたので、うん、2年半分くらいでも一通りの論点は抑えられたかなっていう感じ。この過去問、さっきの過去問ノートはこれじゃあ21年とかってのこれいつやったの、うん、21年の55って、うん、あ、ちょっとよくわかんない。いや確かに21年の55はポッチ。ああ、そう、あ、なんかそう気まぐれでそこだけやったんだと思う。それで多分間に合わないから直近だけやった方がいいなと思い、うん、思い直したんだと思う。あ、そうなの、なんかねここだけ。なるほど、うん、はい。そうですね。で、まあ担当自体は41点と。そうですね。よかったね、相性満点。あ、一緒、そうですね、商標はして、まあ、条約はギリギリ、そう、条約は仕切りギリでし、ギリでしたね、うん、やっぱり、まあ、受かればね、いいと思います、はい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 、うん、そんな感じです、はい、で、まあその後、まあ、勉強してモチベーションとかね、やっぱ維持、やっぱ勉強ってやっぱ結構追い詰められるじゃないですか、いつでも受験生じゃなきゃいけないので、うん、その時は何かありましたかねっていうところで、はい、あの、まあ、スランプ克服のエピソードとして、うん、あの1回目の論文試験を受けた後に、うん、まあ、自信ないながらも口述対策をしていたんですが、うん、その口述アドバンスを自分の声で一通り録音し終えて、はい、じゃ あ、 あのちょっと、まあ、も一人で問答練習をしようってなった時に、うん、やっぱりなんか一人だと寂しくてどうしようかなってちょっと悩んでまして、うん、はい、で苦肉の策としてあの、うん、先生の写真を印刷しまして、で、まあ、ちょっとこれ紹介こんな感じで写すのこれ筆箱に貼って、なんかこれをあの相手にあのやろうということになって、でこれをあのこうツイッターでこの写ツイッターで写真をアップしたら結構あの反応してもらって、あのそのババゼミの合格者のフォロワーさんからあのダイレクトメッセージをいただきまして、まあゼミ生ではないけれどもこうババ先生に対するこんな熱い思いがあるなら同志だから、そうあのね、自主ゼミに参加したらどうかって、あの自主ゼミの運営をしている方に紹介してくださって、でそのLゼミ生の方からもぜひ一緒に自主ゼミをやりましょうとお誘いをいただいたので、はい、まあ、土曜日だったので、うん、あの外出難しいかなと思ったんですけど、はい、あのまあ、夫にお願いしたら、うん、そう保育園の迎えをにあの3日間お願いしてたんですけど、うん、2日間に減らす代わりに土曜日に外出してもいいよって言ってもらえたので、うん、家族の協力が、ね、やっぱないとこの試験はね、そうですね、なのでその論文の合格発表までの間は毎週その口述自主ゼミに参加させてもらって、はい、とても有意義な時間を過ごすことができました、はい、でその流れでその翌年に向けた土曜日のLゼミにも参加できることになったので、すごくその方には感謝していて、うんうん、もうこの時は一番こうツイッターをやっていてよかったなと思いました、うん、そう結構ねそこでやっぱきっかけとかがやっぱツイッターをやってるとあって、うんうん、なかなかね、まあ、通信であったりとか、うん、やっぱ通学でもね、あのやっぱ周りの人しか話せないってところが結構やっぱいろいろ話せるっていうのは非常にいいかなと私は思ってるんですけど、うん、なかなか伝わらない、うん、ね、やってみるとね違うんだけどね、うん、はい、まだまだ怪しみます、あとこれあのゼミであの失敗したこととか、ね、
ゼミで学んだこととか反省点とかを、ね、努力を合格後にいろいろ聞くんで私もさ結構受験生の時言ってくんないんだよねそうで後になって、うん、あそういうことやってたのねみたいな。そう、あの付箋にメモしてトイレの壁に貼っていったんですよ、うんうん、これもあのゼミの合格者の方のフォロワーさんからのアドバイスで始めたんですけれども、はい、ね、こういう思い出のある付箋がどんどん増えていくのが楽しくって家族は大変だね。あ、そうですね、ちょっと夫は引いてたと思うんですけど、うんね、だから これであのこうゼミで失敗しても、うん、あ、また成長材料が増えるなってこうポジティブに考えられたっていうのはありますね、うんうん、でまたこの付箋の写真をあの論文試験の前日にツイッターにアップして、うん、でもう絶対合格するぞってこうツイートすることで、うんうん、なんか言霊のパワーを借りてですね、言わないとね、そうそう、なんかこう気持ちを高めるっていうのでもすごい良かったかな、うん、と思います。はい、で気持ちを高めるというところで、もうこれだと。そうですね、あの論文試験の2週間前にこれを書いたんですけど、こう自分の成長曲線イメージ図ですね、うん、こうゼミが始まってから、うんうん、今までの論文合格可能性をこう書いて、うん、でこれ6月のもう半ばくらいに書いたので、うん、まだまだ可能性 65% くらいだったんですけど、うん、ここからの2週間でこう追い上げるぞっていうのをこう表現して、うん、でこれもまたツイッターでアップして、うん、なんかそういう気持ちを高めるっていうので使ってましたね、うん、これね、あのこういうことやる人意外に多いんですよ、合格者。あ、そうですか、うん、多くて、うん、あの本当合格するぞとかって書いたりとか、あ、うん、結構ね、あの多いんですよ、うん、で何気なくこういうの見てると、うん、あのいいんだけども、このやっぱり自分でね書くっていうのがすごく大事ではあるかなと思います、ね、うん、ちなみにこれ線ってこう手でこうやってできる、こうやってちょっと難しいですね。そう、これ意外に難しい。これ難しい。先生いつもこうやってやられてるんです。これ意外にね、あ、私はダメですね。こういうのみんなできる。意外にそう見てる人はね、あ、うん、何かこう背が爆発とかこういきなりこうに、ね、ポッていけるのはね。左手でやんないと結構難しい。そうです、こういう場所でね、こうまあいいんだけど、はい、はい、うん、だからまあやっぱりね、うん、でまあこんな感じでね、やっぱりグラフを書いたりとか、うん、カルという形で書いてもらうといいかなと思います。やっぱツイッターね、やっぱり、うん、あのやってると、まあ、他の受講生とか、ね、うん、あの結構みんな温かい。そうですね特にあの自分とか子供の体調が悪くて落ち込んでいる時とか、うん、フォロワーさんが温かい言葉をかけてくださったりしてうん、うん、すごいあの助けられましたね、うん、ツイッターに。やっぱ一人じゃないからね、うん、合格みんなでやっぱ支え合っていくというのはいいかなと思います、うん、はい、これ使う使わない、あ、これ使いです、ズバリというところで、2018年の合格の決め手になったのは何だと思いますか。もうこれは馬場先生の受講生になれたことですね。いや、そんなことはない作り主さん優秀だから多分そこではない、馬場、うん、先生の受講生になれたので、その、うん、まあ、ツイッターとかも通して、うん、先生や受講生仲間と交流しながら共に頑張れたっていうのがありますね、うん、であと勉強がある程度進んできたら、こう精神面の要素が強くなると思うんですけど、まあ ねうん、まあ、その精神面での支えが得られたことが決め手だったかなと思います。あ、はい、ではまあ最後になるんですけど、まあ、今後の目標ですかね、はい、あのご自身のと、まあ、弁理試験のまあこれからね始めようという方と、はい、まあ、当然、まあ、今もう受講していて、まあ、今年担当試験を受ける方とかもいろいろいると思うんで、まあ、メッセージが、ね、あればぜひ、はいはい、あ、まあ、今後の目標としては、まあ、現在は外内の中間処理を専門でやっているのですが、うん、はい、まあ、自分に向いている仕事かなと思いますので、うん、まあ、この道を極めたいと思っています、はい、で、まあ、私のもともとの弁理士志望動機は、うん、こう自分が科学全般の勉強を楽しみたいなっていうことだったんですけれども、うんうん、結果として何か世の中の役に立てたら嬉しいなと思うので、うん、まあ、今後は英語力とか実務力を磨いて、うん、その外国のお客様からさすがだなと思われるような、うん、こう頼りになる日本の代理人になることを目指して頑張りたいと思います、うん、はい、はいはいはい、でまあ受験生、はいはい、カメラ目線、はい、あ、じゃあ、やめて、まあ、まあ、あの弁理士試験はですね、科目数も多くて、うん、あの、まあ、制限時間内に解かなくちゃいけないっていう点でも非常に、うん、あの難しい試験だと思うんですが、その勉強の内容自体はとても面白いと思いますので、うん、あのぜひあの勉強を楽しんでいただきたいなと思います。
でその勉強の面白さっていうのは自分では気づきにくいかもしれないんですけれども、その馬場先生がですね、その面白さを教えてくれてこう最大限に楽しませてくれると思いますので、先生を信じてついていけば大丈夫だと思いますので、はい、応援していますので頑張ってください。はい、なあね、勉強が好きっていうのは本当に私からすると信じられない。あ、自分は、ね、自分が好きではないので。あ、そうですか。うん、ね、やっぱりまあ見てて確かにね、そういうところは本当に感じるところで、一生懸命やられてたなと、あのそうはもう非常に感じたところなので、ね、まあ、ぜひ優秀な弁理士さんでして、はい、今後はねお互い実務的なところでよろしくお願いします、はい、というところで、はい、というところで、まあ、そろそろ時間になりましたので、今回の合格者対談はこれで終わりにしたいと思います。はい、長い間ご清聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。ケフメの、はい。